皆さんこんにちは、春日花です。役者です。舞台を中心に私ができることは何でも全力でやっております。よろしくお願いします。今回一発目の動画ということで、はい、皆さんに、春日花さんのことを知ってほしいということで、そうなんです、こちらの企画をご用意しました。お、春日花に100の質問。出た、王道。よく YouTube で見るやつ。いや、そう言われるとちょっと企画がでも私100の質問初めてです、ね、どんなこと聞かれるんだろう。ちょっとワクワクドキ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 って感じです。ドキドキの方がちょっと多い。はい、それでは早速始めていきたいと思いますイエーイ。テンポよく答えてもらえると思います。わかりました。はい、では参ります。はい、まず、自己紹介をお願いします。はい、さっきやった。春日花、役者です。年齢は21歳。誕生日は10月15日。出身地は愛知県名古屋市。出身地の自慢をお願いします。自慢か、もうこれ収まんないぞ。私地元が大好きで、ちょっと地元愛を語るともう動画1本分ぐらいになっちゃうんで、簡単に簡潔にまとめます。もう最高の街です。すべてが自慢です。ぜひ行ってみてください。次、好きな食べ物はパンバカっぽいパンが大好きです。嫌いな食べ物は牛乳。パンが好きなのに牛乳嫌いなの？そう、あの牛乳は牛乳のその種である牛乳っていう主張がないものは全部食べれるんですよ。あのクリームシチューとかケーキとか加工されてたりとかしたら食べれるんですけど、生の牛乳だけはどんなに頑張っても飲めない。じゃあパンと牛乳一緒に出されたら？いや、もう最悪、パンだけ食べる牛乳はちょっと見なかったことにする。好きな色は紫です。好きな動物は？動物、犬。好きな映画は好きな映画、女優さんでキキキリンさんと大竹しのぶさんが好きなので、そのお二人が出てる映画は全部好きです。あとトムハンクスが好きなので、トムハンクスが出てる映画大好きです。例えばフォレスト・ガンプ。泣いた映画は泣いた映画、泣いた映画か。私めちゃめちゃ感情移入して映画見ちゃうんで、基本的に泣かせようとしてくるもの全部泣いちゃうんですけど、一番泣いたのは、いろんな涙が出たなって思うのは渡辺謙さんが出てる怒りっていう映画です。元気になった映画は？元気になった映画、あ、ディズニー、ディズニーの映画全部。やっぱりインサイドヘッドとかピクサー系が好きで、ベイマックスとかそういうピクサーが強い、ピクサーが強い、ピクサーの映画が好きです。好きなドラマは？ドラマ？ドラマ？ドラマ？いや、あれだ、フレンズ。好きな曲は？あいみょんと、あとあれ、あの子、ミセスグリーンアップルが好きです。好きな漫画は？漫画は名探偵コナン。好きなアニメは？名探偵コナンとディズニー。情報が増えない思ったよ。はい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 、サイキクスオの災難。好きな本は？好きな本、好きな本は湊かなえさんの告白です。好きな俳優さんは？小栗旬さんと、あとあれ、大竹しのぶさんとキキキリンさんが好きです。その人を好きになったきっかけは？小栗旬さんは私が8歳の時の初恋の人で、テレビドラマの東京ドックスっていうドラマを見てた時に、こんなイケメンな人が世の中にいるんだって思って、8歳ながらにイケメンを探し当てたのがきっかけです。で、大竹しのぶさんとキキキリンさんはもうにじみ出るその個性から来る演技力が本当に魅力的で、私もこういう女優さんになりたいなって思って、だからすごい尊敬もするし大好きな女優さんです。好きなお店は？好きなお店？お店？カフェ？カフェが好き。ベーカリーショップとかパンが美味しいお店が好きです。好きな場所は？私カフェかもしれない。カフェが好きです。どこっていう感じじゃないんだけど、
落ち着ける一人になれる場所が好き。好きなお菓子は？ルマンドが好き。特技は？口笛。え、ちょっと吹いてみて。え、何吹けばいい？え、あの著作権に引っかからないやつ。むずい、めっちゃむずいぞ。え、何が引っかからない？え、クラシックとか。クラシック？何クラシックって。趣味は？脳内旅行。え、何それ。え、脳内旅行、あの頭の中で旅行するの。最近どこ行ったの？最近スペイン。マジで？さっき行ってきた。マドリード。ううん、もう一つの方。バルセロナ。バルセロナ、あー、はい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 、はい、何？バルセロナだよ。何さ。座右の銘は？一貫ぜぜひひ不動心。え、何それかっこいいね。そう、私のひいおじいちゃんが残してくれた言葉です。ぜぜひひっていうのがいいことも悪いこともっていう意味で、一貫していいことも悪いこともあっても不動心、動かぬ心でいれば全てうまくいくよっていう意味。チャームポイントは？チャームポイントはエクボ。キャッチコピーは？最強晴れ女。その理由は？私ロケ日に一回も雨降らしたことないんですよ。本当に？本当。自分を動物に例えると？猫。料理はできる？できます。怖いものといえば？人間。人間怖い。武勇伝はある？武勇伝？武勇伝って何？え？何武勇伝？武勇伝ある？黒歴史はある？黒歴史？黒歴史は学生時代。朝は弱い？強い。やめられない癖とかある？やめられない癖か。あ、今の考えるときにこう一周しちゃう目の動き。今欲しいものは？仕事。切実。お仕事ください。五感の中でどれが自信ある？ああ、視覚。サプライズされるのは好き？好き。サプライズするのは好き？好き。捨てられないものってある？ダッフィー。これがないと寝られないってものはある？ああ、アロマ。え、超おしゃれじゃん。いや、アロマ好きなんですよ。アロマの匂い嗅いでね、寝ないとね、寝つけないんだよね。すっきりした香りのやつが好きです。最近嬉しかったことは？舞台が無事に終わったこと。最近面白かったことは？面白かったことか。日々面白いからな。生きてて楽しいので毎日が面白いです。最近怒ったことは？あー、ないかも。私怒んないわ。怒ってないです最近。最近泣いたことは？泣いたのは映画見て号泣しました。でもそれがいいストレス発散法で気持ちが楽になります。自分だけのマイルールってある？ある。稽古とか仕事に行く前には必ずあのカフェに行って一回自分の時間を作ること。休みの日にすることは？映画鑑賞か、お散歩。毎朝何時に起きている？7時。毎晩何時に寝ている？12時ぐらい。結構寝てるね。え、本当？健康かな。なんかね、私寝てるっていうよりも目閉じてるっていう感覚です。魚みたいな。あ、そうそう、そんな感じ。そんな感じって。初めて演技をしたのはいつ？幼稚園の頃のお遊戯会。でもめちゃめちゃ本格的なお遊戯会だった。どうですかここまで？楽しい。なんかすごい楽しい。改めて自分のこともう一回見直してる感じで楽しいです。まあ、脳内旅行が一番インパクトが。みんなしてると思ってました脳内旅行。なかなかいないぜ。あの、本当に？え、じゃあみんな何考えて生きてんだろう。スペイン行ってきた。さっき行って。さっき行ってきたんだもん。じゃあ後半戦行きたいと思います。初めて演技をした時の思い出を教えてください。初めて演技をした時の思い出は、
単純に楽しいなっていう気持ちでしかやってなかったです。私はちっちゃい頃からやったんですけど、楽しいっていう気持ちしかなかったので、何の考えもなくできた結果夢につながってるっていう感じですね。楽しい思い出だったからこそそれを職業にしたいなっていうきっかけになりました。現場で楽しかったことは？現場で楽しかったことか、やっぱり現場によって全然雰囲気が違って、めちゃめちゃ盛り上げようとしてくださるスタッフさんがいらっしゃったりとか、あとは淡々と撮っていく方もいるんですけど、私は意外にカメラが回ってない時が好きで、カメラ回しとけばよかったなっていうことが多々あるので、そういう瞬間が好きです。現場で辛かったことは？自分が思ってる役柄と向こうが作る側が思ってる役柄がなかなか一致しない時にモヤ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 して、あ、私はまだまだ力不足なんだなって思う瞬間が悔しかった時ですね。今の仕事をしようと思ったのはなぜ？それが小さい頃にお遊戯会で演技をしてすごい楽しかったなっていう思い出があって、で私母がもともと女優っていう職業をちょっとだけかじってた時があって、物心ついた時にそれがお仕事になるんだっていうことを知って、そっから本格的にやりたいなって思ったからです。今までで一番楽しかった経験は？そんなのいっぱいあるよ。何かな、舞台に立った時にのカーテンコールの瞬間が最高に楽しい。やっぱりね、カーテンコール私毎回泣きそうになるんですよ。自分が出てなくても人の作品を見てカーテンコールを見てもカーテンコール好きだなって思いながらいつも見てます。めちゃめちゃいい話してるなんかカーテンコールってその人の全てが出ると思ってて、その人がどういう風に取り組んできたのかなみたいなのが全部伝わる瞬間で、自然とね拍手しながら泣いてる時が多いです。今までで一番怒った経験は？私さ、そう考えると本当に怒った経験ないんだよね。それかあっても忘れちゃうんだけど、すごい食べたくて、どうしても食べたくて、必死に並んだパン屋さんで目の前で売り切れた時、一番怒ったパン屋の執着がやばいね思ったよ今思いました。今までで一番悔しかった経験は？悔しかったことはやっぱり芸能界に入って、私はまだまだ全然新人枠なんですけど、そこでやっぱり同い年ぐらいの子がいいなって思う仕事をバンバンやってるところを見ると、あー悔しいな、私はまだまだ全然ダメなんだなって思う瞬間が悔しいです。今一番興味があることは？ YouTube。 日常の中で癒しを感じる瞬間は？またパンになっちゃう焼きたてのパンを食べた瞬間。アウトドア派？インドア派？アウトドア。ポジティブ？ネガティブ？中間。中間って何？めっちゃポジティブな時があって、でもそれと同じぐらいの振れ幅でめっちゃネガティブな時もある。でも私のすごいいいところは、ネガティブになればなるほどポジティブに回復するスピードが速い。ストレス発散方法は？外の空気を吸うこと。願い事が一つだけ叶うなら何？空飛びたい。どこ行きたい？宇宙。何？地球最後の日に何をする？ディズニー行く。タイムスリップできるならどうする？未来に行きたい。ファッションのこだわりは？自分がこれって思ったものを着る。他人からどんな性格と言われる？不思議。ここまで見た人はみんな思う。不思議な子。自分の好きなところをあえて一つ挙げるなら？礼儀正しいとこです。自分の嫌いなところをあえて一つ挙げるなら？ネガティブになるとどん底までネガティブになるとこ。動物に例えるとしたら？猫。自分を言葉で表すとしたら？振り子。どういうこと？振り子、嘘、はい、ピッ天秤。どういうこと私天秤座で、
天秤座の人ってすごい天秤気質あるよって言われて、確かになって思うの。え？ LINE の返信は早い方？めっちゃ早いよ。 LINE と電話ならどっち派？ LINE。 一番使うアプリは？ Twitter。 もし100万円あったら何に使う？全部旅行。嘘嘘、今の嘘。あ、旅行だな。旅行。もし魔法が一つだけ使えるならどんな魔法？みんなが花のことを好きになる魔法。うるせえな。もし生まれ変わるなら何になりたい？生まれ変わったら私。うん、一緒でいい。春夏秋冬、どの季節が好き？は、春。その理由は？春日、花だから。その季節に何したい？お花見したい。行きたい場所は？世界各国のディズニー。その理由は？見てみたいから。そこでどんなことをしたい？ディズニーについてより詳しく勉強したい。行きたい国は？ドバイ。スペインじゃないんかい。今言おうと思ったよ。その理由は？ドバイはちょっと噂で聞いたんだけですけど、あのすごいことになってるよって聞いて、高層ビルが立ち並んで噴水がブシャーってなってて、なんか夢みたいな街だよって聞いたんで、それを見てみたいです。そこでどんなことをしたい？噴水ブシャーって見たい。なんかふなっしーみたいな。最近成長したなと思ったことは？怒らなくなりました、人に対して。テンションが上がる瞬間は？ドナルドと会った時。テンションが下がる瞬間は？アマゾンプライムで名探偵コナン見たりとかするのも好きなんですけど、もうすぐ名探偵コナン23作品の映画が配信が終わるっていうことを知った時。ランド派？シー派？ランド。新一派？平時派？平時。圧倒的平時。もうあのまず関西弁ね、関西弁がたまんなく好きです。そして人柄完璧ですね。あとはあのカズハへの思い、私にも向けてほしいっていうぐらい熱い思い。そしてあの工藤新一、あの名探偵コナン、コナンを守るその親友という立場の友達思いの精神、もうね全てをとって完璧なんです。彼は最高です、たまんないです。平時待ってます。ロケに行って印象深かった場所は？横浜。この YouTube でやりたい企画は？いろんなことがやりたいんですけど、歌を歌ったりとか、あとゲームしたりとか、本当にあの私の日常を皆さんに届けられたらなって思ってます。その理由は？やっぱりあの SNS とか写真だけだと伝わらないことってたくさんあって、もっともっと私の本当の私を知ってほしいなって思ったからです。この YouTube で行きたい場所は？ディズニー。その理由は？大好きだから。この YouTube で始めてみたいことは？始めてみたいことか、1日1謎謎。その理由は？楽しそうじゃない。10年後どうなっていたい？賞を取ってたい。アカデミー賞でも何でもいいんだけど、作品に出て役者として賞が取れてたい。では最後に一言お願いします。はい、ここまで見てくださった皆様ありがとうございました。楽しかった、長かった、楽しかった。私自身も100問の質問って初めてで、まあちょっとでも私自身のことを知ってもらえたらなって思って一番最初の動画をこれにしました。ちょっとは知っていただけたかな、まだまだこれからこのチャンネルで面白いこといっぱいしていきたいと思うので、ぜひぜひ皆さん見てください。ありがとうございました。このチャンネルが良かったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。来ました、中華街。食べ物のテーマパークみたい。見っけ、イエーイ。ちょっといい感じに撮れたかなって思ってます。